プロレスにはリング外での争いがつきものということで、今回はプロレスのリング外で起きた警察沙汰に発展した事件を3つご紹介します。まず1つ目はアントニオ猪木新宿伊勢丹襲撃事件です。事件が起きたのは1973年11月5日の午後6時頃、当時大活躍していた新日本プロレスのアントニオ猪木が妻の倍賞光子さん、弟の圭介さんの3人で新宿伊勢丹で買い物を済ませ帰宅しようとした時でした。突如そこにインドの猛虎タイガージェットシンが現れ、猪木ら3人を襲撃しました。シンといえばサーベル片手に会場内を暴れ回り、狂気に満ち溢れた選手として有名で、来日早々日本人を恐怖の渦に巻き込んだヒールレスラーです。そんなシンが新宿伊勢丹前で猪木たちを襲撃したため、その場に居合わせた人たちはさぞ怖かったに違いありません。シンは猪木の妻である倍賞さんを平手打ち、これに激怒した猪木は妻を守る一心でシンに反撃。しかしシンは猪木の近くにあったガードレールや止まっていたタクシーのボンネットにぶつけ大流血させるというストリートファイトを展開。見かねた通行人はすぐに警察に通報。シンの暴行により猪木は腕や額から出血しており、それを妻と弟の圭介さんが解放するという様子でした。事件後2人は警察に出頭し事情聴取を受けることに。当時新日本プロレスはこの事件をなるべく穏便に済ませたかったそうですが、目撃者も多くすぐに口コミで広まる羽目に。事情聴取にて警察からは、もし本当の喧嘩だった場合、猪木はシンを傷害罪で告訴して被害届を出してください、パフォーマンスだった場合は道路交通法違反で処分しますと言われたそうです。新日本プロレスとしてはどちらの選択肢も最悪の結末を迎えると考え、断じてパフォーマンスではありません。とはいえ、シン選手は契約選手でシリーズ中なので、傷害罪で告発することはできません。騒ぎを起こして大変申し訳ございませんと謝罪し、最終的には始末書を提出。新日本プロレスは厳重注意処分を受ける形で、この事件は一件落着となりました。事件以降、シンのヒール人気が大爆発し、会場からは今まで以上に罵声やブーイングが浴びせられるように、猪木とシンはこの新宿伊勢丹襲撃事件以降、リング上での抗争を繰り広げ、より盛り上がりを見せていくことになります。その盛り上がりは当時、最強外国人が多数いた全日本プロレスの勢いに勝るほどで、今の新日本プロレスがあるのも、シンの襲撃があったからといっても過言ではありません。この襲撃がガチのものなのか、水面下で誰かが動いていたのか、事の真相は未だに分かっていません。どちらにせよ、公共の場で襲撃する関係ない人に危害を加えるのは良くないことです。2つ目に警察沙汰になった事件は、安城陽次前田明暴行事件です。これは当時リングスに所属していた前田明がニューインターに所属していた安城陽次に背後から殴られ病院送りとなった事件。事の発端はリングスとニューインターの対抗戦が話題に上がった際、安城が前田に対して、前田なんて終わった人間、高田さんが出るまでもない、自分が 200% 勝ちますと挑発して前田の激励に触れたことがきっかけで起きました。これを受けて前田も、安城はあいつはただジャスマさん、家族の前で制裁してやるからなど売り言葉に買い言葉状態。ただニューインターは前田のこの発言を脅迫と名誉毀損で告訴したのです。ことが大きくなったことを受け、前田はすぐに謝罪。一件落着と思われたのですが、二人のバチバチは収まらないままの状態でした。そして1996年に開かれたスカパーサムライ TV 開局パーティーに招待された二人は、ここで軽い事件を起こすことに。なんと前田が安城を軽くこついて挑発したのです。これに安城は激怒し、二人は乱闘寸前になったのですが、怒る気持ちを抑えてなんとかことは収まりました。しかしそれから3年後の1999年11月14日東京ベイ MK ホールで行われた UFC ジャパンの大会前に事件が起きてしまいました。怒り狂った安城がインタビュー中の前田の背後に迫ると、前田めがけてフルスイングの一撃を担ったのです。この一撃により前田は前のめりになって失神、その場で倒れ込んで動かなくなってしまいました。すぐさま救急車が出動し、前田は病院送りとなったのです。後に元ユーインターの山本健一が自身の YouTube チャンネルにて、控え室に戻った安城さんが、前田は死んだ、俺の家族を頼んだと言ってきたと告白しており、当時の生々しさが伝わる発言をしていました。安城自身、気づいたら手が出てしまったようで、殺人未遂で懲役刑になるかもしれないという後悔と、前田に対する恨みを少しでも晴らしたかったという複雑な気持ちの中にいたと思われます。安城は前田を殴った経緯を前にやられた時のお返しと説明しており、殴ったことをあっさり認めました。安城はその後傷害罪で略式起訴され、罰金20万円を払っています。略式起訴になった経緯は、前田が安城は相手にする価値もないやつだからと言ったことでそうなったようです。安城は前田個人に対する恨みやリングスとユーインターとの確執など、様々な感情が爆発して一発お見舞いしたのかもしれません。こちらも山本健一が自身の YouTube 内で後日
スだと語っていました。失神 KO 状態の前田をリングスのモーリス・スミスが解放したらしいのですが、スミスは安城に対してナイスパンチと親指を立てて喜んでいたそうです。リングス内でもそのような前田嫌いがあったようで、もしかすると安城は同業者からヒーロー扱いを受けたのではと思われます。ただ人が失神するほどの威力で不意打ちをするのは良くないことです。3つ目の警察沙汰事件はブルーザーブロディ刺殺事件です。日本のプロレス界で大活躍した巨人外国人レスラーで、会場を闊歩するその姿にプロレスファンは恐怖を感じました。そんなブロディが現役時代にレスラーから刺殺されるという痛ましい事件が起きたのです。ブロディについて簡単に説明すると、初来日したのは1979年1月の全日本プロレス。タッグマッチだったものの、ジャイアント馬場からいきなりピンフォール勝ちを収めると、2年後にはドリー・ファンク・ジュニアを倒し、インターヘビー級王座を獲得しました。後に結成したスタン・ハンセンとの鳥獣コンビは、全日本プロレスを席巻し、向かうところ敵なし状態。しかし数年後にはライバルである新日本プロレスに電撃移籍を果たすと、アントニオ猪木との名勝負を繰り広げ、ファンを熱狂の渦に巻き込みました。そんな活躍をしていたブロディですが、実は2度もボイコット事件を起こしており、新日本プロレスを離れることに。そして1987年10月に再び全日本プロレスへ復帰を果たし、ハンセンとの鳥獣コンビが再結成。大人気だったブロディでしたが、1988年4月19日の大会が日本での最後の試合となりました。その試合からわずか3ヶ月、このままだと食っていけなくなるのではと考えたブロディは、バックロブレイのブッキングを経てプエルトリコにある団体 WWC に主戦場を移すことになります。最初は団体に従って活躍していたブロディですが、徐々にトラブルメーカーな部分が顔を出すようになりました。 WWC で活躍を期待されていた剣道長崎とミスターポーコ組の日本人タッグと試合した際、ブロディは一切組もうとせず、超一方的に攻撃して試合を終了させてしまったのです。これに激怒した WWC のトップであるカルロス・コロンは猛抗議。しかしブロディは日本のプロレス雑誌を欠かさずチェックしていたため、剣道長崎とミスターポーコの2人に花を持たせる試合をしたくなかった。これがビジネスマナーだからと日本のファンの目を気にしてこのような試合をしたと語っていたとのことです。後にブロディはプエルトリコの英雄ホセ・ゴンザレスと対戦するようになるのですが、またしても一方的にゴンザレスを痛めつける試合を展開して病院送りにするというひどい試合を展開したのです。後にブロディはこの展開について、体格の小さいゴンザレスに負けたらイメージダウンになってしまうと語っています。しかしゴンザレスもさすがに黙っていられない様子で、内心ブロディのヘラを殺してやると憎悪で溢れていたそうです。そんな中起きた事件こそブロディ刺殺事件です。ブロディがゴンザレスと同じ車に乗って会場入りすると、ゴンザレスはオーナーのカルロス・コロンとビクター・ジョピカとこそこそ話し合いをしていたのです。というのもブロディが日本で儲けたギャラを使って投資をしようと考えており、 WWC のオーナーの一人と持ち株を買収して共同経営者になろうとしていたのです。しかしブロディはトラブルメーカーでもあるため、ここに介入することになれば何をされるかわからないという状況でした。反発していたコロンでしたが、そんなブロディに多額の借金をしており、ブロディの経営介入は不可避だったのです。これを受けてブロディはゴンザレスを WWC から追放しようと考えており、全員の意見は一致しないまま事件当日を迎えます。そして事態は最悪の方向へ向かうことに。試合前、ブロディが自身の子供の写真を持ってバックステージでニコニコしながら話しているところをゴンザレスがシャワー室へ連れ出しました。するとゴンザレスはいきなり持っていたナイフでブロディの胸や腹部など数箇所刺したのです。ブロディの悲鳴を聞いて集まった数人の選手がシャワー室を覗くと、ゴンザレスが馬乗りになって首をかっ切ろうとしている寸前だったとのことです。すぐさま警察が駆けつけたのですが、警察官はプロレスの演出と勘違いし、救急車がなかなか手配されませんでした。しばらくしてからようやく救急車がたどり着くと、意識朦朧の中、ブロディがコロンに対して息子をよろしく頼むぞと一言伝えたそうです。試合はブロディのカードが変更になった以外何の変更もなく通常通り行われることに。翌日の朝5時頃、ブロディは出血大量により息を引き取ったのです。事件はすぐに日本にも伝わり、レスラーやプロレスファンはしばらくこの悲しい結末を受け入れることができませんでした。その後ゴンザレスは第一級殺人罪と銃刀法違反で逮捕されたのですが、証拠となる凶器が見つからず保釈金を払って釈放されたのです。最終的に証言者のコロンがゴンザレスの正当防衛を主張、裁判所がそれを受け入れる形となり、ゴンザレスは無罪となり、この刺殺事件は最悪の結果で幕を閉じたのです。もしブロディが生きていれば、今の日本のプロレス界は変わっていたに違いないと思います。いかがだったでしょうか。本日はプロレスにおける警察沙汰になった事件を3つ紹介していきました。この他にも警察沙汰になったプロレス界の事件や紹介した事件の詳細について知っている人がいたら、ぜひコメント欄で教えてください。
今回の動画に賛同してくれた人はいいねボタンで教えてください。もっといいバックドロップ決めてこいよと思った方はチャンネル登録をして次のゴング開始を待っててください。ご視聴ありがとうございました。